キング・コング・バンディは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州アトランティックシティ出身。少年は1955年ともされる。現役選手時代は、スキンヘッドの長距離間にヒールとして、WWF などを、主戦場に活躍した。プロレスラー養成機関モンスターファクトリーの主催者、ラリー・シャープのトレーニングを受け、1980年に、 デビュー。当時は髪の毛を伸ばしており、クリップラークリスキャニオン、または、往年の巨漢レスラーである、マンマウンテンキャノンの息子と称して、マンマウンテン、キャノンジュニアなどのリングネームを用いていた。ヒールのジョブボーイとして、ビンスマクマホンシニア時代の WWF の t b テーピングでは、ペドロモラレス、ミルマスカラス、ダスティローデス、リック・マーテルラのジョバーも務めた。 1981年11月より、フリッツ・フォン・エリックが主催していたテキサス州ダラスの WCCW に参戦。当初は、ビッグ・ダディ・バンディ、後に、キング・コング・バンディと改名して、1982年5月5日に、ケリー・フォン・エリックから、NWA アメリカンヘビー級王座を奪取。同年6月4日、テキサス・スタジアムにて、 フリッツの引退試合の相手を務め、日本でも、巨漢の若手ヒールとして注目される。1983年6月17日には、ダラスで、ジャイアントババの PWF ヘビー級王座にも、挑戦した。同年9月より、ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングに、登場、ポール・エラ・リング率いる、ヒール軍団リージョン・オブ・ドゥームに加入するが、仲間割れ。 翌1984年5月6日、マスクドスーパースターと組んで、ロードオリアーズから、NWA ナショナルタッグ王座を奪取した。その後は、テネシー州メンフィスのクアに進出、ジミーハートが率いるファーストファミリーの一員となり、1984年7月30日に、トミー・リッチを破って、アワ南部ヘビー級王座を獲得。ジェリー・ローラー、ジミー・バリアント、ダッチ・マンテル。 ランディサベージとも交想を繰り広げ、10月4日には、リックルードと組んで、ファビュラスワンズから、アワ南部タッグオーザもダッシュした。並行してブーン、ブーン、バンディの変名でアワにベビーフェイスとして、単発参戦、ジェリーブラックウェルと、巨漢コンビを組み、ウォリアーズとの再対決も行われた。1985年1月、新日本プロレースの、新春黄金シリーズに、 まだ見ぬ競合として初来日。1月30日のフッサ大会では6人、タッグマッチながらアントニオ猪木からピンフォール勝ちを収めた。チョキがフォール負けしたのは、海外でボブバックランドに3本勝負の2本目を取られて、以来の3年9ヶ月ぶり、国内ではタイガージェットシンに取られて、以来の4年半ぶりであった。2月1日の成田大会では、 特別参加したハルカホーガンとシングルマッチで対戦。ホーガンを場外フェンスの外に放り投げての反則負けを喫している。シリーズ終盤戦ではチョキを相手に2月5日に愛知県体育館、翌6日に大阪府立体育館にいて1万5000ドルの賞金をかけたボディスラムマッチの2連戦が行われた。 新日本プロレスには同年3回にわたって参戦しており、再来日となる5月開幕の IWGP&WWF チャンピオンシリーズではアンドレザジャイアントとのスーパーヘビー級対決が実現。最後の来日となった6月末開幕のバーニングスピリット・イン・サマーでは当時新日本に移籍したばかりのブルーザー・ブロディと キングコングタッグを組み、猪木坂口の黄金コンビから勝利を収めている。同シリーズでは、バッドニュース・アレンをパートナーに、7月12日に、後楽園ホールにて、藤波木村健吾が当時保持していた、WWF インターナショナルタッグ王座にも、挑戦した。スタッドバンディ VS ・アンドレヒルビリージム同年3月。 新日本プロレスからの逆ブッキングという形で、ビンスマク・マホン・ジュニアの身体成果で、全米進行を進めていた WWF と契約。世界王者ハルク・ホーガンのライバル候補として売り出され、3月31日に、ニューヨークの MSG で行われた、レッスルマニアの第1回大会で、SD ・ジョーンズを9秒で秒殺、センセーショナルなデビューを果たす。 その後は戦術の新日本再来日を経て、WWF に定着し、ボビー・ヒーナンをマネージャーにホーガンとの連戦を開始。1986年4月7日のレッスルマニアに、では、スチール刑事マッチで、ホーガンの WWF 世界ヘビー級王座に、挑戦した。同じヒーナンファミリーのビッグ、ジョン・スタッドとも、 超大型コンビを結成して、ホーガンアンドレやマシーンズを相手に、スーパーヘビー級のタッグ構想を繰り広げたが、1988年、体調悪化により一時引退することとなり、役者として映画やテレビドラマに出演した。1994年8月、テッドデビアス率いるミリオンダラーコーポレーションのメンバーとして w WF に復帰。 翌1995年4月2日のレッスルマニア、クシーでは、ジ・アンダーテイカーとも対戦したが、前世紀のような活躍は見られず同年、WWF を解雇された。以降は、各地のインディー団体を転戦し、1997年8月には、岩ジャパンにも参戦、12年ぶりの来日を果たした。1999年には、アワ・スーパースターズ・オブ。 レッスリングや JCW に登場。2000年代も小ビジネス界での活動を行う。一方、インディー団体へのスポット出場を続けていた。2019年3月4日、61歳で死去。ありがとうございます。